期待通りの寝台っていうのも結構多いですよね。そうですね。おお。おお。1817台、はい、めちゃめちゃでかいです。まあでもおお、これはいただきましたね鏡先輩。あー、ここはそうですね、よかった、すごい、ありがとうございます。やっぱ6は、やっぱ6別格ですね。6はもう別格ですよ、うん、さあ言ってる間に池田店長ラスト30分でございます。あ、もう30分ですか。はい、もや早いですよ。早いですね。スロットはまあジャグラーシリーズ以外ではもうこの番長3が設置台数はかなり最大設置ですね。ですよね、はい、トミーさんの言葉じゃないですけど、はい、ホールの一等地に置いてありますので。そうですね、はい、一等地にもうここ見てくださいっていうところに番長3がバッと、ね、はい、並んでますもんね。これでもかと言わんばかりに。パチンココーナーで設置機種が多い機種っていうのはどういった機種になりますか。まあ、大工の源さん北斗無双が、はい、あの CR の方の北斗無双ですね、はい、2機種両方80台。80台もあるんですか。はい、80台います。新北斗無双と大工の源さん超伊達店で、はい、80台です。しかも、はい、パチンココーナーの、はい、まあまあいいところに置いてあるんでしょ。そうですね、箱積みに目立つと、はい、240台中のその160台は その2機種で埋まってますので。すごい、はい、もうじゃあうちの出玉を見てよと言わんばかりのコーナーですね。いや、そうですね、かなり攻めの営業されてますね。そう見たら、ね、はい、いや閉店後っていうのがちょっともったいないぐらい営業中にちょっと今度さっきのバスケットボール、バスケットいただいた。オッケー、ありがとうございます。もうこれ設定後の通常時見せる必要ないな。やっぱ6は優秀です。優秀ですね。郷大寺、郷大寺なんか最近パチンコ本当にこう尖った機種も多いし。そうですね、結構寝台が、はい、期待通りの寝台っていうのも結構多いですよね。そうですね。おお、ちょっと店長、はい、こっちが来よ。そうですね、そっちで温泉行ってどうするんですか。いや、そうですね、まあでも確定じゃないですけど、でもこれ絶頂行くでしょう。さあ、来た来た、これ、いやこれめったに見れないんですよ。これはやばいですね。え、これ設定5ですか。こっち6です。え、6ですよね。それが設定5としたら、はい、これ設定6ってことになりますからね。そうですね、マジか。いや、全部持っていったな。え、これ言ってたじゃないですか、僕設定6で僕が絶頂見せちゃうんじゃないですかっていう、はい、この前振りをしっかり見せに行く。この間、はい、池田店長、あの、はい、正宗3打った時に、はい、小十両助立ちで、はい、何セットいきますかと言った時に有言実行されました、はい、そうですね。今回目標何セットいきましょうか。まあ、とりあえず5は行きたいですよね。5は行きたい。5は行きたいですね。僕5行ったらまあすごいと思います。はい、いや5は目指します。じゃあ見ていただきましょうか、はい、池田店長の絶頂対決、はい、いきます。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱいい時ってドッジボールが続きますもんね。そうですね、確かに。指を加えて見てる時間もないんで僕もちょっと回しながらですけど、それで3セット目、うん、3セット、
お、おお、続きますね。チャンスアップ、余裕でしょ。これはものかな。5セットはいきますね、これは。いや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 、あ、4セット目ちゃんと見せますね。ありがとうございます。さあ5セット目、あ、うん、これはちょっとピンチかも、うん、怖いな、うん、あーあーまあまあ4セット、まあ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 、やっぱりドッジボールが途切れると終わっちゃいますね。そうですね。いやでも4セット、しかも設定6で絶頂対決、素晴らしい。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。いや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 、こっちが見せれてないものをしっかり出していただいて。そうですね、この2時間にしては結構しっかり見せれてるんじゃないですか。いや十分っすよ。ですよね、はあ、あれだけ偉そうに池田店長大丈夫ですかって言ってた僕が、はい、まだ ART1 回だけです。確かに番長3は個人的にはあんまり打ってないと言いながらも好きな機種で、はい、普段あんまり打たない理由が実はあって、はいはいはい、時間がかかる機種っていう印象が強いんですよね。あ、まあ確かに。だから限られた時間で打つ時の機種。おーおー、気持ちいい、やりたい放題だなあ、ミスター、ごめんなさい、全然大丈夫です、ありがとうございます、ね、黙れと、はい、お前の好みなんかどうでもいいと。いや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 今ちょっともうすいません、機械にちょっと遮られちゃいましたね、はい、遮られましたねお前じゃないだろと当ててから喋れって言われましたすいません。いやでもこれだけ台数があって設定にも期待が持てるお店だったらちょっとね朝から気合いを入れて番長するなんて楽しいでしょう ね、 そうですね。いや楽しいよそりゃ。で自分がもし出せてなかったとしても、はい、コーナーの雰囲気がすごく良ければ、うんうん、納得して負けて帰りますもんね。あ、まあ自分がついてなかったなって思いながら、そう思っていただけるとありがたいですよね。そう思われる方多いと思いますよ、うん、でもどれも出てなくて自分が負けたんだったら、うん、全然ダメやんこの店ってなるわけですよ。そうですね、はい、だからその差は結構大きいですよね、うんうん、私も結構設定配分とか、はい、まあ、入れる時ももちろんそうなんですけど、はい、今シーサーさんがおっしゃったことって丸々そのまま結構考えてまして、自分がユーザーの時に店のせいにしてしまうのか、はい、自分のせいにするのかって大きな違いで、そうですね、うん、だからその店のせいにされないような状況を極力心がけるようにっていうのを、はい、そこにはやっぱこだわりは持ってますね。素晴らしいですね、うん、それはやっぱり打ち手としての池田店長もいるからですよね。そうですね、レインボーですねやっぱり、うんうん、池田店長、はい、ラスト10分です。あ、もう10分ですか。ちょっとこれはあれですね、いや全て私が持っていかさせていただいたような形で、あと10分もあるんですよ。あ、本当ですか。何をおっしゃってるんですか。なるほど、あと10分あれば絶頂対決20セットぐらい乗せる時間があるわけでしょ。まあまあそうですね。でもまあ6は優秀っていうのはよく分かったと思います。いやそれはそうですね、ただここに私の絶頂のこの引きも乗っかっちゃってるので。そうですよね、はい、いやよう持ってきましたね。しかも今日2回目のボーナスで絶頂でしょ。そうです。え、1回目2回目ですね。2回目か、はい、1回目は単発で抜けちゃったんで、ここ大事、言ってたらまたボーナスチャンス。いやかっこ悪いよ前回の正宗3なんやかんや池田店長完走してますからねその後ね。まあまあそうですね、店長までハマった後、はいはい、厳しいな、引いちゃうんじゃないですか、なんかそこで、うん、きつい、おい、おほら、え、お、さすがに2回目はなかったですけど、いただいちゃいましたね。さすがにそれ絶頂だったら店長設定キーをちょっとっていうところでしたね。はい、間違いない、ありがとうございます、素晴らしい。
バスケット熱い。もうほどほどで大丈夫です池田店長。あとは僕が当たりを引けるかどうかだと思うので。そうですね、はい。もうほどほどでいいって言ってるんですけどこんな時にチェリーを引くという、はい、意地悪ですねありがとうございます。あ、いただいた。あー、ループ取った。え、もう1200枚以上出てるんだ。そうですね、はい、先とつながってます。あ、はい、引き戻しなんで。いやー、いやお、お、いただいてますね、これは5セット以上、はい、ありがとうございます。あれ、これめったに聞けないやつだ。いやいや、ちょっと見せてますね池田店長、はい、設定6で。ありがとうございます。まあ、6っぽいあたり引きました、はい、そして絶頂も引きました、はい、エンブレムまで流しました、はい、極上の設定6ですね。いや、そうですね。やっぱグランキコーナさんの6は違うのかな。見せる人間も違いますからね。あれ、何言ってるんですかすいません、自分であれだけ弱いって言ったらすいません。いや、出た時に調子乗ってしまうタイプなんで。エンブ、いや、でもエンブレムってなかなか聞かないですよ。確かに聞かないですね。ちなみに僕プライベートで流れたことないですね。いや、僕も、はい、そのトドロケドリームぐらいのもんですよ、聞いても。そうですね、リサオの、はい、いや、間違いないです。その番長3のエンブレムと忍び魂の楓はめっちゃ好き、うん、わー、わー、もうやりすぎ、わー、もう俺の歴史にまた1ページ。ありがとうございます。ちょっとせめて次のバトルまでいいですかそうですね、あと残り1分ですけど、はい、大丈夫です。バトルまでいきます、はい、バトルで勝っても負けてもいます。おお、ちょっとやりすぎてますね。よかった、閉店後で営業中で隣のお客様がそういう出し方されたらもう700近いし。確かに、さすがにこれやめたらいいよねってなってますよそうですね、設定5です、皆さん。これが僕が打つとこうなってしまいます。いや、でもその分の帰りもまたありますからね。そうなんですよ、はい、やっぱり一撃性を秘めてるっていうところはね、非常に魅力的ですし。そうですね、このなんといっても同じ番長3でこれだけ設定5と6で違う動きをしてしまうっていうのも番長3の面白いところですよね。そうですね、だからまあ、64台番長3の設置がありますと言いました、うん、で当然設定1から6までありますのでいろんな設定が使われてますと、はい、700、800はまっててもだからといって低設定とは限らないっていうことは知っておかないといけないですよね。そうですね、特にこの店長は何をするか分かりませんので、はい、もうご期待ください。土地狂ったように設定5を固める日もあるかもしれないですし、はい、ある日パタッと5を使わなくなる時もあるかもしれないし。そうですね、癖が強いですよねそうですね、いや逆に癖を持たない癖を持ってますよね。だから、あ、まあ、それは本当にあるかもしれないですね。いい癖ですよね、うん、やっぱりこういう営業における癖ってあんまり私の中では良くないと思っていて、これね、どっちもどっちだって僕思います、はい、癖があった方が、はい、お客様からしたら、はい、癖があった方が面白い。あ、そうなんですよ、そこはわざと作る時もあるんですよ。あ、パフォーマンスとして癖を、癖をわざと作る期間もあれば、うん、それをわざと作詞ですね、捨てる瞬間もあるという。いや、意外と今日は池田店長の、はい、ちょっと前回見れなかった一面が見れたなって。そうですね、ようやくその店長としてのなんかこう、あれも見せれたのかなっていう。いや、やっぱり戦ってますよね、ちゃんとね。そうですね、ある意味こう勝負してますよね、うん、そうですね、営業っていうところで、はいはい、タイムアップですタイムアップです、うん、全然私はいいですよ。いや、僕がバトルに行くまでなんですけど、はい、こんなバトルに行かんかねバトル行くまでって言ってから結構回してます。え、番長3の6ってそんな出るの本当にそうですね、そこまで甘いのそれは出るわな。これは
逆にこう怖いですね。やっぱ言うと思った。あんまり店長が6で出すとちょっと今後6入れるの怖くなるんじゃないかって。いやそうですよね。それはそれでちょっと、でも見てきてるでしょ6のデータなんて。いや、はい、いやとはいえそんなこと臆さず攻めていきますか私は。ならなおさら味わってほしいっていうのもありますよね。そうですね。本当に豪快なこれ。対決にもいかんよ。初めら辺にはまり始めてた私と同じこと言ってます。人間って怖いですね。自分が自分の思い通りにならなかったらすぐ ね何かのせいにしてしまうっていう。そうなんですよね。本当これだったらハマって空いてる台がそれ設定5ですよって言われてもえマジでってなりますよ。さあというわけでラストチャンスのバトル来ました。やっとですね。厳しい。もう900ゲームぐらいになりますもんね。はい、ここはものにしたい。 MB 引いたよ。あー残念ながらだから対決カウンターじゃないんですよね今のもね、うん、チェリーでいった感じ、ね、対決カウンターどこなん。はい、はい、池田店長、はい、絶好調の流れをそうです、ね、止めるのは恐縮なんですけども、いえいえいえ、はい、時間となりましたので、はい、これで終了ということで、ありがとうございます。結果はエンディングで、そうですね、はい、はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いややっぱり6はすごい。あ、すいません、やっぱ池田店長すごいですね。そうですね、そこは想定性していただかないと。僕がすごいんじゃなくて、いや今回は池田がすごかったのかなと。まさにまさにすごかったですね。6っぽい動きもしたし、はい、かといって、はい、絶頂対決あるでしょ、はい、エンブレム流したでしょ、はい、あのあたりはもう6だからじゃないですもんね。そうですね、あれは池田店長の引きあってですもんね、はい、まあでもやっぱ番長3って僕あんまり普段、はい打ってなかったんですけど、はい、面白いですね。面白いですね。やっぱ6はこんな当たってくれるんだっていうのも感じたし、うん、5って分からんなって、そうですね、打ってて分からんなっていうのを思いましたね。難しいですね。難しいですね。うん、まあでもあれがね、ART に入ってしまえば、はい、バンチョボーナスの 25% で絶頂対決が、うん、来るとかっていうことを考えたら、やっぱりあれを跳ね返すぐらいの出玉も可能性としてはね、十分あるんだろうなと思いました。はい、まあ、あとはこう番長3、まあ、今更の機種ではあるんですけれども、はい、まだまだ64台設置ということ で、ね、しっかりとねこの後も、はい、あのグランキコーナー酒井店さんでは、はい、まあ、主役の機種になっていくと思いますので、はい、まあ、実践中も申し上げましたけれども、はい、まあ、ぜひですねグランキコーナー酒井店さん番長3だけじゃないですけれども、はい、規模の大きなお店で他のお店ではなかなか味わえないようなエンタメ感にあふれてますので、はい、お近くにお立ち寄りの際はですねぜひぜひぜひ覗いてみてください、はい、さあそしていよいよ3月21日には、はい、キコーナグループ全店の一応創業日がこうあるということ で、はい、まあ、グループ一丸となって、年度末の3月そして新年度4月にかけてはですねお客様への感謝の気持ち、はい、そして、まあ、地域の皆様に対してもこう感謝の気持ちをこう前面にこう出していきますよと、はい、いうことをおっしゃってましたので、はい、ぜひこの3月4月ですね、はい、またキコーナグループ全店にも注目していただけたらなと思います。またそこではあの3月21日はですね、はい、あのキコーナグループでも、まあ、特にエンタメをあふれさせているこうファン感謝でも絡んでますので、おキコーナ名物ファン感、これまたぜひぜひ注目いただきたいです ね、はい、豪華商品が並ぶんでしょ、はい、そうですね、そのやたら一等がどん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 みたいな、そうですそうですそうです、あるわけでしょ、はい、これねファン感って皆さんもうご存知だと思いますけれども、キコーナさんのファン感また面白いですから、そうですね、まあ、商品もそうなんですけどまたやり方も面白いと思うので、はい、このあたりもちょっとねエンタメ感があふれるファン感ぜひ見ていただきたいと思いますね。さあというわけで、はい、今回池田店長またご出演いただきましたけれども、はい、次回はトミーさん帰ってくるのか、はい、それとも再び池田店長の登場となるのか、はい、次回の配信もよろしくお願いします、はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。